パンドリナパンドリナは細胞群体を作る弁毛藻類。細胞が互いに密接にくっついているのが特徴である。群体性の弁毛藻類。個々の細胞はクラミドモナスに似たもので、2本の頭頂弁毛を持つ。細胞は通常は互いに密接に配置し、押し合ってやや角ばった形になっている。細胞集団の全体として休憩から楕円型になり、ゼラチン質に包まれる。 細胞はすべて同型で、生殖細胞などの分化はないただし、軍隊の進行方向による前後の差が見られ、細胞にある目点の大きさは前方の細胞ほど大きいとも、細胞軍隊を構成する、細胞数は16、32、時に8個。弁棒を外側に向けて放射状に出し、泳ぎ回る。大きさは、軍隊、個体ともにその差が著しく大きい。 ピモリムでは、細胞で8から17マイクロメートル、軍隊で20から200マイクロメートルほどである。和名としては、塊ひまわり、クワの実もがある。前者は、ピモリムの和名としても使われたことがある。後者はその形がクワの実に似ることによる。地表や田んぼなどに出現し、出現頻度は、高い方である。ピモリムについては、至る所の水たまりや、 地上のプランクトンとして代表的なもので、稀に水の花をなす。無性生殖では、個々の細胞が分裂し、親軍隊と同じ細胞数からなる、娘軍隊を形成し、それらが独立することで行われる。これが、通常の繁殖法であるが、同型配偶子を形成して、有性生殖することも知られる。なお、娘軍隊が形成される際、細胞分裂が終了した時点では、 炎盲は内側に向いており、その後に軍隊が反転して弁盲が外向きになることが知られている。本族の特徴は外見的には細胞が互いにくっつき合って球状を成すところにある。近い姿のものにユードリナユードリナがあり、こちらは細胞が互いに離れている。ただし細胞の集合があまり密接でないものではこの特徴では判別しがたい。より厳密な区別としては、 有性生殖が同型配偶子であることが挙げられ、この点で異形配偶子を形成するユードリナと明確に区別できる。例えば P2 個化と E2 個化とは栄養体では判別が困難であり、正確な同定にはこの点を確認する必要があるよし。世界から7種が記録されるが存在が確実なのは次の2種とされる。いずれも日本から報告があり、 水田や地層から発見される。特に、P モリムが全国広く頻繁に見られる。以下、記載は、水野、高橋編著、P478 滋賀の理科教材、編集 P45、岡田ほか、P25、岡田ほか、P25 の崎、P218 月 EP121、岡田ほか、P24 の崎、P218 月 EP121、水野、 高橋編著 P478 ありがとうございます。